八神さん、沢先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも三越芝じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか。あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。あ、戻ってきた。八神さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ、あーすごい重たい石鹸だったな。いやでもちょっと江原の気持ちが分かっちゃったところもあんだよな。実際さ、桑名がさ、あ、また落とし物だ。実際さ、桑名がさ、そのね、お、話す、あの落とし物かな。ありがとう。お、プレイパス。実際ね、桑名がさね、復讐したことをさ、被害者のね、ご家族に伝えたときにさ、一切そういう情報が漏れなかったってことは、まあ、少なからずそれを、その復讐を、まあ、望んでいなかったとしても、まあ、心のどこかで桑名が思う勝手な行動だとしてもさ、少なからずちょっと、あ、桑名に対してなんかありがとうじゃないけど、まあ、制裁を加えてくれたんだなっていう風に思っちゃう、思ってしまうご家族もいると思うんだよね。だから今の聞いて、あ、まあ江原のね、思うこともなんかわかるなと思って、そしてなんかね、桑名と一緒に多分何かが壊れる音がして今に至るみたいな感じなんだろうな。これは結構考えさせられるぞ、ちょっと内容が。泣きそうになっちゃった途中で、その江原の、で、敏郎くんのさ、中学校からいじめを受けててね、しっかりしろみたいな勇気を出してさ、敏郎くんは多分言ったと思うんだけど、しかもやっぱね、お父さんが警察官なだけあってさ、そう言われるとさ、なかなか言い出せないよね、高校生でやられてたっていうのは。自分のお父さんが警察官だし、だけど自分はいじめられてる立場でって、親の親に顔向けもできないってなっちゃってたのかもしれないね。それでね、結果的に自殺してしまうことになったのかもしれないね。見直したらなんかいろいろ敏郎くんの気持ちも考えたら泣きそうになっちゃうわ。よし、それじゃあちょっと気持ちをね、切り替えて源田事務所に入りますか。はあ、あ、なるほど。じゃあ江原は三越場殺しを認めたんだな。非公式にですけど、うん、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。忙しくなるよ、源田先生。源田先生、痴漢と三越場殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越場殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。何もないよね、証拠が。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があれば、あの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか。難しいんだろうな。先生は無理だとおっしゃるんですか。無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越芝殺しを
認めないってんだろ、うんうん、なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかね。99%負けだよね。あ、それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか。先生は沙織さんのキャリアが心配なのか、確かにそれはあるかもしれないけど、はっきり言って私は随分見くびられていたものだと、そう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？珍しいね、沙織ちゃんごっこ。ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか？我々が検察や裁判所に忖度なんてしたら、それこそ向こうの思うツボです。うん、弁護士が法と向き合うとき、自身の保身を気にしてどうするんですか？かっこいいよ。ああ、確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき、実際のところその主張を信じていませんでした。顔色がね。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。弁護士としてね。お前の意見はどう思うんだよ。弁護士としてのプライドもあるしね。意見も何もここまで来たらやるしかない。今更先生は何を気にしてるんだ。全部沙織さんに従いましょう。源田先生の言い分もわかります。ここを白黒肌に任せる。みんな任せていいと思う？星野くんに。まあ、最近星野ちょっと出番ロストではなかったから、ちょっとここは星野にちょっとどう？沙織ちゃんのやっぱり肩持つ。ここは星野くんの判断に任せましょう。え、ちょっと急に何言うんですか矢上さん。俺はもうこの事務所を辞めた身ですし。今さら部外者みたいなこと言わないでくださいよ。それもこんな緊迫してる時に。ええ、源田先生は八神さんのご意見を聞いてるんです。ですよね。でどうなんだ八神。たまには星野のね出番もないとね。お前どう思うんだ。あれ、なんか俺が責められてる感じ。ここはっきり意見を言うべきか。久しぶりに星野のあんなあたふたした表情みたいな、なかなかほらもうロストに入ってからさ、星野くんと関わることがなかったからね。いや、久々にあんなちょっとおどおどした星野くんの表情見れてちょっと満足だわ。ってことで、まあ源田先生の言い分もわかるね。多分みんなのことを心配して、あとね、この源田法律事務所のことを思って多分言ってくれただと思うんだけど、まあ、とりあえずこれ選んでみるか。まあ沙織ちゃんのね言うこともわかるんだけどね。源田先生のおっしゃることもわかります。沙織さんの将来は何より心配してのことですよね。ああ、痴漢事件を弁護するために殺しを立証する、そんな大風呂敷広げてもししくじったらどうだ。警察や検察のメンツだけ傷つけて得るも何もね。そして沙織君にはずっとその評判がついて回ることになるかもしれませんね。お言葉ですが、お二人とも何を言ってるんです？あまりに危機感がなさすぎます。え？俺も？違いましたか？では八神さんはどう思われるんです？おお、どうなんだよ。俺結果的に、まあ沙織ちゃんがここまで言うなら、みんな星野くん、源田先生、沙織ちゃんに任せよう。うん、全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。ん？どういうことだ。三越葉殺しとアリバイ偽装の痴漢、
それを裏で糸引いてたのは姿を消してる桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。じゃあお前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せればそれを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。大きな秘密がね。そいつを掴まない限り沢先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。知りすぎたからってね、殺す必要もなかったかもしれないしね。なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源太先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。そうだよ、みんな成長してるんだぞ。に若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そらこっちのセリフだ沙織くん。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。しっかり決めろ。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい、はい、あ、電話、つくもから電話だ。何買ったかな。なんだ。もしもし、八神氏、まだカムロ町においでですかな。ああ、どうした。 RK が偉人町で数を増やし続けているんです。落ち着いたと思ったら、なんだか異様な空気ですぞ。どういうこと。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うんですが。雲隠れしたと思ってたら、どうかな。俺が相馬ならもう偉人帳は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちも違う誰かがいるってことかな。ちょうど一段落ついたとこなんだ。阿久津とこれから偉人帳に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。なんだろうね、ヒガチがさ、RK はさ、ね、なんか静かにしているって言ってたけど、また再度動き出したってことかな。気になる。まあ、相馬はさ、しばらくね、指名手配されてるからさ、雲隠れしてそうだけど、阿久津はわかんないもんね。だから相馬とはまた別の人がさ、今後出てきそうだね。それじゃあ、つくもかに戻りますか。いや、それにしてもさ、さっきのさ、星野くんの、星野くんのリアクション面白かった。いやロストになってからね、なかなかさ星野くんの出番がないからちょっと寂しいなと思ったんだけど、安定のリアクションでちょっとなんか安心したわ。ってことでタクシーで向かいますか。お待たせつくも。そうでしたか。なるほど、だいぶ見えてきましたね。見えてきた。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の御子柴殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと、 RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのか。そうね、だよね。まだそれが明らかになってないからね。ああ、そこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。RK はなんで桑名を追っている。奴らは桑名のことをどこまで知っているんだ。もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ。
考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。聞き出せるならもう聞き出してるよ。それこそ RT のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人帳で数を増やしているようですし。絶対なんか動きがあるの。末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。簡単に教えてくれなそうだしね。いつか相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。街に出てみる。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。そんなことないよ。他にまたまたご謙遜。他に取り柄いっぱいあるよ。ええ、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。ひとまず街に出てみよう。とりあえず街に出るか。めっちゃメール来てる。誰誰。あ、天沢か。進捗いかがでしょうか。調査に行き詰まってたら、あ、優秀ドラマじゃねえ。我らがプロフェッサー、あ、そうだ、サイドクエストのやつかな。確か。確か、だね、そうだった。そう、これをね、ちょっとね、やろうかなーって思ってて、で、まぁ、実況に入れないで、まぁ、ちょっと生放送の方でね、ユースドラマと、まぁ、ちょっとやりたいサイドクエストをね、やってこうかなーって思ったので、生放送した際はぜひ見てください。で、あと待って、宅配ボックス。来たー。何か届いてるな。伊勢崎サレンダース初回クリア報酬。いや、これね、めちゃくちゃ難しかった。このね、報酬ね。まあ、このロストジャッジメントに、まあ、ストーリーとは別にね、まあ、いわゆる、なんていうのかな、まあ、闘技場って言えばいいのかな。なんか、ガンレットっていう、まあ、いろいろ、まあ、条件がある中で、まあ、敵を倒したりすると、こういうね、アイテムとかをもらえるんだけどね、報酬として。めちゃくちゃ難しくて、ただでさえさ、アンリーさ、戦闘が下手だからさ、このアイテムをさ、このアイテムを手に入れるのにもうね、2日間ぐらいかかったんだよ。これこれ、めちゃくちゃ難しかったんだよ。まあ、コメントでね、リスナーさんが、まあ、時間がある時にガンレットもやってみてはいかがですかみたいな感じで、まあ、コメントくれたので、ちょっとどんなもんかね、やったんだけど、いや、思いのほか難しくて、いや、難しいけども、まあ、戦闘のね、まあ、慣れにもなるし、戦い方の勉強にもなるし、ちょうどいいかなと思ってやってたんだけど、だんだん回を追うごとにね、回を追うごとに、まあいろいろクリアしていくとさ、だんだん解放していくんだけども、難しくなってて、もう今のさ、報酬のものがさ、クリアするの2日間ぐらいかかって、嬉しい。後で取り付けよう。街を探索すると言っても、なんかあるかな。特になんかしょ、サイドケース出てたりも、することないけど、なんか出てる。なんかで、これ行ってみるか。これあれじゃない、多分田代くんのやつだよね。こっちだったっけ、田代くん。あー、田代くんのか、これ。田代くんはね、まあいいや。VR さ、まあ、すごろくやなくても今ね、お金あるんだよ。まあ、アンリーが今さ、こうやってさ、ここにいるからさ、お金見えないと思うんだけど、今ね、お金ね、見えるかな、みんな。えい。484万。実況外でさ、いろいろやってたらさ、こんだけお金貯めちゃったよ。だからさ、ジャッジの時はね、ジャッジの時はお金貯めてたんだけど、すごろくとかでね、今回別にね、なんか、ちょっと、やらなくてもね、気づいたらお金貯まってたわ。なんで、あ、待って、電話来た。もしもし？白崎です。あ、沙織ちゃん。今大丈夫ですか？ああ、意外と早かったわ、なんか。江原さんとの接見を散歩しようと思ったんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。なんだ？それで八神さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って？桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復旧を進めてきたと。そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん、それで？桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも
復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。なるほどね。かわいいの。楠本光留の親。ああ、光留、玲子、玲子。それで言うと確か玲子よ。楠本玲子だっけ。でもね、事務次官だからさ、じきじきにさ、江原から近づいて言うか。楠本光留の母親で楠本玲子、当時は無名の一貫寮だったが今や事務次官だ。あ、じゃあその復讐を持ちかけた時はまだ事務次官じゃなかったってことかな。ええ、彼女は厚生労働省の事務次官です。今はね、こうやって名を挙げてるけど、それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、結構大事だよね。人に知られたくないでしょう、うん、決定的なさ、クワナの口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられない部分だもんね。RK にはおそらく誰か黒幕がいるということです、ね、え、まさか玲子。じゃあそれが、まあでもそんな予感してたんだけど、そんな事務次官ともなれば半グレを動かせる。そうね、そういう一応筋は通る、金もあるしね。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。話してみよう。やったな、沙織さん、 RK の黒幕が見つかったかも。よーねーも言ってたよ、桑名のチェイスの時に、沙織ちゃんが言う前に。ああ、それじゃあ何か分かったら連絡する。沙織ちゃんが気づく前にアンリーの方が気づいてたけどね。もしかしたら RK の黒幕は黒幕は玲子なんじゃないかって、ちょっとそれ言ってたんだけど、みんな沙織ちゃんより早く気づいてたよ。まあ、とりあえずつくもかへ戻りますか。お、あ、八神さんもう帰ってきたんだ暇そうに言われてるてっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。まあエッチのお店行ってもよかったんだけどな。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。やっぱな、そうだと思ったんだよ。つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。だってそれしかいないもんな、黒幕って考えたらね。今出てきてるさ、人物の中で、こちらを見てくだされ、八神氏。楠本玲子が功労時間になったのは今年に入ってからですね。今年か。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。1年経ってなくてもさ、めちゃくちゃ評判いいっていうのね。彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。うわ、なんかもったやつじゃない。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。メスって言い方がおもろいんだけど、官僚の一番偉い人でしょ事務次官に。そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、まあ、革新的ではないんだろうね。ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。そうね。でもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない。玲子に、いつもみたいにさ。かもな。しかし、わざわざそう簡単に会えるものなんでしょうか。そうよ、なかなか会えないじゃない。楠本光は今も意識不明でいるんだってな。病院に行け、ええ、行くって。どこかで入院してるならそこを張り込むって手は。大丈夫か。なるほど、それありだね。ん、おやおや、これはどうした。なんだよ。ネットに速報が、沢先生の殺害犯を手配とあります。で、ニュースでもやってますね。ニュースでもやってる。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の
北方優容疑者を指名手配しています。クアナになってるよ。なんで待って、そんなじゃないの。犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿を見せました。しかもね、この写真だと結構古いやつ写真だからね。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて。クアナって名前は知らないのか。多分なんで警察は相馬じゃなくてクアナを。これは今どういう状況になってるんだ。え、まずまず怪しくない？これ絶対レイコがさ、相馬もみ消したに違いなくない？そういうことじゃない？でも事務次官関わってるってなったら結構話がまた大きくなっちゃうよ。八神氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ターボも映ってたはずだし。そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。桑名と一緒にね。なのに警察は桑名だけを指名手配した。どういうこと？なんでだ。よし、聞いてみよう。誰に？ナベさん。県警の渡辺刑事。三越場殺しも担当してる。おう、探偵さんか。久しぶりだね、ナベさん。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、ナベさん。ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてるのを見てます。動画見てたしね。多分動画現場には RK の足跡もたくさんあった。動画の件も言った方がいい。なのに桑名が犯人ですか。捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。タボの方にね、電話かけてきたしね。テレビ電話に。また上からの圧力ですか。桑名だって重要参考人だろうが。それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。なんか急にナベさん冷たくない？だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そうね、冷たくなってるよ。あ？会って話せませんか。同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。いろいろあるんだろうな。ナベさん、県警も。お前に会ったとこで話せることは何もね。なんか急に切られちゃったよ。八神氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。すごい、そんなこともできるのか。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、本当かよ。優秀すぎる。中華街のメインストリートですね。メインストリート、すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？いや、わかんない。どうだろう。なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの八神探偵事務所。かなわないね。鍋さんは中華街のメインストリートだ。とにかく捕まえて話を聞いてみよう。あんなにさ、三越場殺しにさ協力的でさ、いろいろ情報とかもね。あっ、シバ散歩に。今はやめよう。一応連れてきたけど後でしょ。三越場殺しにさね、関わってくれてたのに一緒に、なんか態度急におかしいよね。え、あれ、ここら辺だよね。どこ、八神、お前何やってんだ、こんなとこで。あ、ナベさん、やっと見つけたよ。それと、そちらは確か桜井だよ。桜井だ。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。バレました。鼻の利く仲間がいるんです。で、そいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じて。なんだと。沢先生の件で、こいつもちょっと怪しいんだよな。警察が RK を追わないのはなんでです。それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか。まさか。こんなとこで話せることじゃねえ。ちょっと音出てる。おい、こら。警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと。桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え、こんな時に。お前も来るだろ、八神。あ、呼び出し。そろそろ小便したい時間だ。連れション。ええ、言われてみればそうです。本当に思ってる。連れてこい。まあ、桜井を連れて行かせるわけにはいかないってことだもんね。
っちの桜井。あっ、浜北公園、北浜だっけ、どっちだっけ、浜北。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。ここにはいろんな思い出があるからな。リン、クソみてえな話をしなきゃ。ここの公園は景色くらいは良くなきゃな。またここで話すことになるなんて。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてんですか。そこよね。遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに。その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。でもそれよりも相馬はどう。そうそう、もう相馬の方がもっと怪しい。あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。裏からベランダから入った形跡あったのに。ベランダから。言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。何ですそれ。隠蔽された。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。だと思ったわ。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもう訳がわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です。警察が組織ぐるみで何か隠してると。それのほかないよね。まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータが、どこにも見つからない。マジ桜井やろ。防犯映像消した。桜井じゃない。ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だ。そうなの。お前が映ってた部分も消されてる。タオボーも。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は誰かが桑名をさ、そうやって。桑名一人だ。一人ね。誰が防犯映像を消したんだ。一人だけの責任にしようとしてるんだろうな。お前も手引け、八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。殺されるってこと。見つかった事故という殺人。うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。へえ。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。真っ黒じゃねえか。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。じゃなかったら指名手配になんかしないもんね。本気で言ってんのか。桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。なべさん、お前も組織の一員になりゃわかる。まあそうよね。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。何も言えない時もあるのかもね、なべさんみたく。もっとわかりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな。臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか。あんたそれでも刑事かよ。てめえ誰に向かって口聞いてんだこの野郎。まだ話は終わってねえだろ、鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ。うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ。鍋さん知ってそうだね。そいつを知って、やっぱそうでしてるんだろうな。エボ探偵、手を引け、ヤガミ。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしい。え、戦うの。もううんざりなんだよ。ナベさん、まさかナベさんと戦うなんて。渡辺キスケ。いやでもナベさんの言ってることもなんかわかんなくもないけど、わかんなくもないけどな。まあ、とりあえずよいしょ、いてててていてててやばいやばい、よいしょ、危ない危ない。まあ、とりあえず
よいしょ、おい、おい、強っ、強いな。よいしょ、いつもさ、さ、なべさんにもさ、やっぱさ、そういうの知ってるんだもん、誰か消したかっていうのも。行くぜ。あ、なに、やらせなよ、やらせな。ちょっと待って、一発で死んだんだけど、え、いきなり QT 始まって、ちょっと待って、突然のことすぎて、ちょ、もう一回やるわ。この若手が、なんか今戦闘に集中しててさ、戦闘に集中してて気づいたら、気づいたら QT 始まったんだぞ。いてて、諦めろよ。ナメさんの気持ちもわからなくもないけど、いで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 いあ、始まった、待ってて、待ってて、あー、ダメだ、あー、ダメだ、待って、あー、ダメだ、ちょっと待って、 R1 だ、 R1、 L、バック三角だったね、うわ、ブズR1、L、 三角、バツだったね、 R、 待って、違う、 R、L、バツ三角、え、むずない？で、ここから、あ、待って、待って、 R、L、バツ三角、RL バツ三角、 RL バツ三角、 OKOK、 RL バツ三角、おいしおいし、もう覚えた、 RL、 しかもめちゃくちゃ速くなかった、ちょ、めちゃくちゃ速かったんだけど、めちゃくちゃ速かったんだな、めちゃくちゃさ、 QT が速すぎてさ、あら、あら、で、多分この次だよな、この次に来るはず、この次に、うそ、あ、待って待って、 RL バツ三角、待って、こうした、うわー、うわー、うわー、え、そこしたよね、大丈夫、あ、よかった、あぶなー、マジで、あぶねー、あぶねー、成功した、よかった、よかった、あ、よかった、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、ほら、ほら、あ、待って、待って、ほいほい、うわー、かっこよく見たいな、よいしょ、うわー、うわー、レッスン、ちょっとどう、戦いうまくなったでしょ、みんな、戦いうまくなったでしょ、練習したよ、戦い、ガーレットで、ガーレットで戦い練習したよ、どうだ、ダメさん、カモロ竜は、沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。そうね、アイスピックを突きつけられて、ターボなんか動画撮ってなかったのかな、怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時、開きっぱなしの目にはもうどんな拷問を受けたんだよって感じだよね、殺される前に。警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。相馬の性格ならね、そこの刑事はターボにしたように違う犯人だと分かってるのに、どうしようもないことだという。なら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。なるほど、そうかも。でももしその黒幕に心当たりがあんなら、事前に聞いておきたいんですけどね、ナベさん、警察の中に誰か桑名を殺したい奴がいるでしょう。完全黒でしょう。沢先生の件を調べ始めるとすぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。
それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名ってことはやっぱり北方優の資料だった。相馬と宇部がつながってるってことだよ。おかしいよな。そうよね。事件直後、現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。その北方の情報は誰から？俺は知らん。公安筋、公安筋の情報とだけ説明があった。警察庁のな。公安？警察の公安は要するに日本のスパイ組織だ。外国の工作員や暴力団、政治団体とかを監視する。その目的は犯罪者の逮捕というより治安維持のための情報収集と内情分析だ。沢先生の件をなんで公安が？どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ、RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で、公安としちゃそいつらの動向を把握するには RK を捕まえるより泳がせて RK とさ、 RK から情報をもらってるってことかな。どうせ悪党なんていくら捕まえたってことはね、すぐ次のが出てくるんだけど。お金渡して。公安は RK を潰したくないってこと。だから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか。もしたった一件の殺しで RK を一網打尽にしたら、また新しい情報源を見つけなきゃならんからな。はあ。あくまで公安の立場で言えばだ。バカな。もちろん大ピラにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。はあ？なんだよそれ。その根拠は？ないんだよそれが。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが、何の記録も出てこねえ。出てこないんかよ。前科、戸籍も写真の一枚さえもな。つまり、どういうこと？存在しない。相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。でも通っちゃうんだろうな。RK の身代わりだ。身代わりか。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたい。沢先生、あとは桑名さえ黙っててくれりゃ、でも帳尻を合わせられる。あんたは上はだから桑名が事故に遭うって。で桑名を抹消すれば、うん、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。そういうことか。沢先生殺害を全部桑名のせいにするのはさすがの公安でも難しいはずだ。でも桑名を決して死人に口なしとすればうやむやにすることはできるかもな。公安って具体的には誰なんだ？そいつの名前は？あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。だからこそ鍋さんもモヤモヤしてんだろうな。こうやって八神とさ。はい、渡辺。え？拳をまずいるってことはね。ん？そうか、わかった。なんだ？また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。え？偉人町でさっき桑名？目撃情報ありだ。偉人町で？こっちに戻ってきてる。まだ裏は取れてねえかな。もう姿を見せないって言ってたけどね。副特徴コミジュル。コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。まさかコミジュルが出てくるとは。韓国語で蜘蛛の巣って意味だと。見たことねえか、建て増しした廃墟みたいなやつ。そこに桑名がいたって。俺から聞いたって。もちろんだよ鍋さん。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。そうなる前に見つけないとね。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた、うん。あいつに会えたら言ってやれ。お前を狙ってんのは天下の公安だってな。なんだかんだ鍋さん、いいでかじゃねえか。
鍋さんなりのさ、デカのさ、姿ってのがあるんだろうね。コミズレでアジタのコアナを探す。いやー、まさか鍋さんと戦うことになるなんて。しかもここね、でもこんなところで戦ってたらさ、絶対逆にさ、通報されそうだけどね。いやでも相馬の存在自体消されてるってどういうことよ。てっきりターボーさ、なんか相馬と沢先生のさ、映像スクショして鍋さんに送りつけるのかと思ったけど、そういうことはしなかったんだね。いらっしゃいませ、ありがとうございます。そうなのか。まあそこでターボも何かさ残してたら変わってたのかもしれないけど、まあまあしゃあないな、それはそれね、こうなってしまったからね。まあ、とりあえずコミジュルムに行きますか。まあ竜のごとくセブンではねおなじみのコミジュルなんですけども、まさかロストでも行くことになるとは。でみんな戦い方どうだった？アンリの実況に関してもさすがに流ればっか使ってたからさ、いろいろ試さなきゃと思ってね、ガンレットで練習したよ。アンリ格ゲー時代苦手だからさ、格ゲーとか苦手だけどさ、今までの竜が子とかって結構さ、オラオラオラってさ、とりあえずボタン連打でさなんとかなってたけど、ロストとかジャッジワイズってさ、やっぱちょっとコンボ技が重要だったりするから、あ、脳筋じゃダメだと思ってね、ちゃんとコンボ技を意識してねやるようにしたんだよ。ってことはね、コミジュルに行きますか。どこだコミジュル、ここら辺だった。あー、ここだ。よし行くぜ、スケボー乗りながら行くでー。